さあ来たぜ、来た、さあいきなり噛んだでござるよ。さあ来たぜ。まだ私こちらイベントクエスト一番の目玉たる主リオレイヤ重大事変初見やっておりません。今回はねこいつをガチで初回で倒したい。前回主青柱重大事変に初見負けちゃったから装備を後でね説明するけども、スキルの方はこちらガッチガチの火力スタイルかつ心眼を採用したものとなっています。さあいけるかな。主リオレイヤは結構ね戦ってきたモンスターなんですよ。実はね弓矢とかにハマってる時に結構やってたんですよね。だからね動きはそこそこ覚えているが、がしかしよ、どれぐらいの火力なのかさっぱり見当がつかぬ。というわけで今回はたまにはねちょっとよこの本気でよ見せてやろうっていう魂胆ですよ。んじゃ下から行くか。さあ見せてもらおうか。どうだろうね。じゃあこれはコメントにも教えてほしい。主や青柱と比べて重大事変リオレイヤーはどうですか。強い。でもまあツイッターとかでさっと見た感じまあ強いって意見多かったな。主や青柱よりもすげえ強いかみたいな話は出てなかったけど、でも多分猛毒持ってるから人によってはよりって感じじゃない。一発の火力も多分主リオレイヤーの方が最大値は高いんじゃないかな。そんな話をしつつちょっとよ本気でよ足をよ切っていこうと思いますよ。その心眼を持ってきて、そして竜属性をフルに強化したのは足を切るため、まずはご挨拶です。そう足を切っていく。今回は普段使わない痛い大丈夫か大丈夫か、普段使わない、ちょっと待てよ、回復していこう。ガンガン攻めていきたいけどここはしっかり回復していこう。毒対毒効果のためにもこんがり魚を食べていこう。やばいよ、この事故も許されない。薬を飲んだだけだよ。マジちょっとさ、いやなんとなく勝てる相手にはよおちゃらけていくがよ、本気でやって勝てないんじゃよ。それじゃよ、あまりにも格好がつかねえじゃねえか。俺とてよ長いこと問いつつ高火薬グレートをごくり長いこと戦ってきたんだ。あれどれだっけ今、これ食ったか。じゃあちょっと鬼人の粉塵で、いやもうちょっと待ってよ、ちょっともう道も分かんなくなってしまう。ちょっと待って、次が本番だ。さっきのはまあね主重大事変だからやっぱそこはさちょっとぐらいね、あれよ、頭ももう回りませんがね、危ねやばくない？やばくない？ちょっと待って待って、今現状だと主青柱重大事変の日じゃないんだけど、やばくない？ちょっと待ってくれ、これなんか間違えたかな。あれ貝の装備で来ちゃった、貝の装備で来ちゃったかな。俺だってこんなにただ怪力をモリモリさ食べる仕事じゃないんですよね。そんなモリモリ食べる仕事じゃないんですよ。これ倒してる人たちいんの、どうなってるんですかね。ちょ、本気で言ってる、ちょ待ってくださいよ、これ不屈とかそんなものつけてないですからね、勝てるやろと思ってきてますから、私は勝つつもりでね装備を整えたんですよ。普通の主リオレイヤーで調整もしてきたんですよ、モーションに対して。これビビリという怯えという心が俺に支えかける、何事もなかったかのように始めよう。やばいって、
やばいって。防御力か？防御力なのか？確かに防御力は低い。これもう初見だからさ、これもうカット不可能なんですよね。ちょっと待って、ちょっと待って、これ裸と変わんなくねえか。確かに火力寄りにしたから防御力435、だいぶ低い、100ぐらい低いかもね、下手するとね。だがよ、これじゃあ防御力上げていこうとはなるまいて。いやでもあれで死んじゃうの、あれで落ちてしまうの、あかんのでは。ちょっと待って、日和らせて防御率台をつけていこう。ちょっと嘘やん、嘘やん。待って、俺これ下手すると鬼人役グレートとかちょっとだけ補充したんだけど、20個ぐらいなくなる流れでは。まだだって収録今始めて6分だぜ、この途中の前説とかを入れて。あかんって、ちょっと待って、行くまでに、はっ、人玉取りってどこにありましたかね、人玉取りってどこにありましたかね、人玉取り、人玉取り、人玉取り取っていこう。うん、そうそうそう、ここ、こっち、うん、下のルートなんてのはね、ダメですよ。めんどくさかったわ。やっぱり用意されたものはしっかり使っていく。それが本当のハンターですから。あ、そうだよ。そうだよ。すべてが私の力になる。体力アップもそう。体力アップもそうだよ。これはね、落ちてもなくならないからね、特別な人玉取りなんだ。だからね、こう、まだまだこれは行く途中の道だから、これ行く途中の道だから、あくまで。うん、まだ全然行く途中の道。全然寄り道してない。人玉取り集めとかそういうことしてないからね。もう全然、あ、ちょっと道間違えちゃったな。こっちかな？こっちにいるのかな？いましたね。待て。ここしっかり使っていこう。グレート、グレート。俺はグレートだ。俺はグレートなんだ。俺はグレートサイヤマンなんだ。いける？大丈夫。全力で。常に俺はアイテムを持ってきた。忍耐の種とかも一応使ってこうな。開幕落ちるという絵だけはなくそう。そういうことだ。よし、行こうか。競争薬を飲んで。さあ、開幕だ。今度こそ、見せてやるぞ！お前に、どっせい！まず、防御力とか HP は、変わっていないはず。足を、危ねえ。その一振りが真剣が如し。スタミナを気をつけて。これ、避けれなかったら死んじゃうからね。いいよ。ダメだよ、ダメだよ。適当に行ってみちゃダメだよ。行ってみちゃダメだよ。かけり虫取ってきてないね。でも大丈夫。いける、まだ大丈夫。ブレス一生吐いてて。この心眼双剣が。よし。気をつけていけ。そうだ、ノリで戦うな。ノリで戦っちゃダメです。毒るな。ああ、怖いけどダメだよ。攻めることを怯えてはいけない。自力になって死んでしまうからね。いやー、吠えるんじゃないんだね。オッケー、弾を任せておけ。いける。ビビるな。いける。危ない。オッケー。もう一回来る。オッケー。ここで、イカレタコスケ。ガチめの。頭が突っ込んでるように毒に突っ込んでしまった。だがしかし、ここでダメージを稼いでおかなければ死んでしまう。よし、あー、いまいちダメージ。気をつけろ。おぼれー、今のは死んだと思いました。はい、ちょっと怖いから投げておこうね。まだちょっと慣れてないから、全然慣れてないから。違う、先行弾もそういうタイミングで投げるんじゃない、そういうんじゃないからね。あくまでよ。すでにあれだね、初見一発目で勝つっていう。おもう一回来る。よーし、一発目で勝つという。あかんって。どい、よし。防御力アップ大事。ここよ。こいつの長い尻尾に簡単に巻き込まれてしまうから。あぶねえ、尻尾に簡単に巻き込まれてしまうからな。それを気をつけて。
で、ダウンを狙っていけ。ダウンを狙っていけ。大丈夫、大丈夫。大丈夫、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 大丈夫。いける、いける。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。尻尾だけ気をつけて。不意にこの空中に上がってしまうからな。空中に不意に上がってしまうから、それだけ気をつけて。大丈夫だ。いけるぞ。カウンター返せるところは返して、逃げれるところは逃げていこう。真正面からカウンター。おっと、危ない。空中連続サマーソルト危ない。そしてスタミナを管理、スタミナ管理していこう。ああそれもう一回来るぞ、もう一回来るぞ、気をつけろ。あいつの尻尾の範囲毎日わかんないからな。ちょっとちょっと危ない。タイミングにディレイがかかっている。だが俺はお前の足をアキレス腱を狙っていく。倒れねえ、危ない。よかった、ブレスで。よし、決まった。そしてこいつはぶっ刺せない。頼みます、お願いします、お願いしますよ。ここはぶっ刺せてくださいよ。よしよしよし、連続ダウン。こいつで方向転換をしいの。がっつりダメージを狙っていきたいのに、なんかいまいち今日はヒット率が悪い。やめて、スタミナもう無理してっからな、無理してっからな。いいよいいよ、スタミナここで回復して、あ、削らなきゃな、削らなきゃな。ここで格好つけて、格好つけちゃダメだ。そう、ちゃんと余裕を持って削ろう。削っていこう。さてさて、スタミナ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 。ああそうか、競争薬もあと3つか。競争薬切れるまでに倒したいところだ。このダッシュ中、このリオレイヤーダッシュ中は無視だろうがなんだろうが、いや戦ってはいけないところ。この時に焦って突っ込んでしまうと、ちょっと待ってくださいよ。置いてかない、置いてかないでください。そのまま待てよ。ここでもらっておこう、無敵のカウンターアイテム、かけり虫よな。うー、そして溶岩地帯へゴー。溶岩地帯にゴーというわけか。温泉にでも入ろうということですか。私はね、どんなにピンチでもこの一発目の飛び込み、これだけは決めていきたいんだ。かっこよくな。よし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 、尻尾切っちゃいたいな、もうな。尻尾切ってしまいたい。いい、角度が悪いよ、角度が悪いよ。飛んじゃったよ。うわー、間に合わなかった。あー間に合わない。あー強いなー。毒を食らってしまうと、もうどうにもならん感じか。助からぬか。不治の病ですね。さてちゃんとアイテム使っていこうな。アイテム補充していこう。ダメだぞ、格好つけてアイテム補充をしていかないなんていうのはね、愚の骨頂よ。よし、鬼人薬グレートを飲み、そして硬化薬グレートを飲み、どこだあれ、どこ、どうやって行ったら一番近いんだ。最近そういえば溶岩洞なんてあんま来てなかったからね。ここから行ける？ここ違うな。ここ違うな。ここから、ここから回ってくんだっけか。いやいや、ちょっと今のうちに、今のうちにグレート飲んだこんがり肉を、タイミングよ。こんがり肉を食べ、そして競争薬を飲んでいこう。全部はな、全部は無理かもしれん。おおおお、かけり虫大事。さっきかけり虫持ってたのにな、無敵カウンターが発動する前に行ってしまったから。さあ怪力の怪力って、忍耐って、帰ってきたぞ。お前の体力はどのぐらいなんだ。よーし、無敵カウンターを、あーくそー、違う、待ってください、違うんです、違うんです。助かった、助かったぞ。あ、怖い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 。あ、危ない危ない。違うんです、あの落とし穴は違うんですよ。自分が落とし穴に隠れようと思ったわけであって、リオレイヤーさんは、ちょっと待って、毒入っちゃったよ、毒入っちゃった。気をつけろ、気をつけろよ。大丈夫だ。
空中にいる。やばい、空中からのサマーソルト、いつも受けてしまう。ここは袋小路だ。大丈夫、大丈夫、全然大丈夫、落ち着け、いけるいける。おーしよ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 し、落ち着いて落ち着いて、あー、空部が、敵の空部が今や俺の落下を待ち受けるギロチンのような、ギロチンのような機能になってしまっている。狭い、上に逃げる。戦場ってのはな、戦う上では非常に大事になってくる。さあ、かけり虫を使ってゲットして、かかってこい、かかってきなさい。そしてダウン、違う、ダウンじゃない、どこ行った、あいつよく逃げるな。お互いに様子を見ながらという戦い方か。いいだろう。大丈夫かな、大丈夫かな。こんがり肉、こんがり魚と、ここな、今回はじゃあ粉塵使っていこう。防御系はな、あのすぐ途切れちゃうから、途切れたと怖いから順番に使っていこう。そして、そして、そして、あ、どこ行った、あ、そこにいる。そして、そして、そして、ちゃんとグレードにしておく。待て、ちょっと待って待って、あ、なんかあったな。あ、穂村町か、偶然ですね。普通は飛びかかる前に飛びかかられた。危ない。2回目を、キャー、読みミスった。いけ、足を削れ。いいぞいいぞ、いらないけど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 、よし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 、いいダメージ、いいダメージ、決まったで、おい、刺せ、刺した、そして入れていく、いいダメージ、いいダメージが加算されていく。もう一発、もう一発プレゼント保有です。ナイス、ナイスだ。そして、あ、もう一回、もう一回刺す、落ち着いて、もう一回刺す、ぶっ刺し回っていくぜ。いいダメージが入る、この足と、あー、かけり虫がない、足と、怖い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 、よし、足に削っていく、かけり虫来るぞ、来世来るって分かっていたのに、来ると分かっていたのに、避けられない。これは、これは俺は瀕死と1ミリしか体力残ってないと同義だ、こんなものは。おっと、そうか、戦ってくれるか。お、しかもバトル、いやだめ、主相手ではさすがのゴーリューちゃんでもうまく戦えぬか。ゴーリューちゃん頼むぜ、削ってくれ、頼むぞゴーリューちゃん。ここで削ってる分がお前さんの、お前さんの手柄となる。あー、ちょっと外しちゃったわ、外してしまったわ。お姉が、お姉がログインしました。ギリギリまで、ギリギリまでこいつで削ろう。よし、そしてとどめを刺していく。そう、このための、このための、頭に、頭に刺したい。よし、ナイス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 、今のうちに頭へのダウン値を増やしていく。もう一本刺しておくぜ、一本満足ではできない。なんか食らった、なるほど、この、このタイミングよ。そう、このタイミングなんだよ、チャンスでハッスルした後な、チャンスでハッスルした後こそ最もハンターが隙を作ってしまう、その瞬間よ。くっそ、あかんって、くっそ、あかんって、いけるか、これいけるんか、倒せるんか、倒せるんか。どこだっけ、ど、いて、本当どっから行ってたっけ、いつもあそこ、あそこしょっちゅう行ってた気がするんだけどな。ここだか、ここだ、ここだ、ここだ。忍耐の種、そして効果の粉塵、そして怪力の種、そして競争薬、お前さんを倒すために。どこ行くの、どこ行くの、どこ行くの、どこ行くの。いいよ、明るいところ行ってくれるのがいいかい、いいかい。見やすくなって非常にいいね。そうだな、やはりお天道様のもとで決着をつけるってのがよ、
俺たちの流儀じゃなかったかい。なんで俺飛躍持ってきてないんだろうね。そこについて小一時間問い詰めたい。ここはいつもの、ここはいただけるところ。そしてぶっ刺さない。なんだっけ、ちょっと、うわー、頼むよ、頼む、ないからな、ないからな。なんで止まってんの、なんで止まってんの。いや刺しちゃうよ、刺しちゃうよ、止まってんなら刺しちゃうよ。よし、気をつけて。こっからよ、こっからよ。ここ、今スタミナないでしょ。ここが一番あの双剣の死にどころだから。あー、オーケーオーケー。通常攻撃で、通常攻撃で、いやー、ダー吠えるんじゃないんだよね。そうなんだよ。オーケー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 オー、気をつけて。スタミナがあればちゃんと逃げられる。かけり虫が欲しい。あー、なんか知らんけど大丈夫でした。お、あれ、倒せた、倒せました。いやー、いい感じでしたね。途中途中いい感じだったな。よかった、勝てないかと思ったぜ。まあちょっと初見では勝てなかったけど、まあ、2回目で勝って双剣使いの面目躍如といったところでしょうか。まあ、どうだろうね、心眼足切りは悪くないんだけど、どうだろうね、まあ、どうなんだろうな。サマーソルト着にくいのはたまたま運だったかな。足切りやすいかって言われるとわからんな。リオ慣れたら頭部の方が戦いやすいかもしれません。さあ、また主リオレイヤー重大事変でな、弓矢も練習しよう。楽しんだ、このレウス系のモンスターと弓矢で戦うの。頭おっきいから。オッケー、ソニックも喜んでいるぜ。お、22分、だいぶ長くなってしまいましたが、無事初討伐完了でございます。それでは誰も、あ、タイム見ようかな。14分、何やっても14分なんだよな。お疲れ様でした。 TU